おめでとうございます。先ほどお話にもありましたが、大谷さんにとっても最高のメンバーで掴んだ優勝ということですが、このメンバーで戦った期間というのは大谷選手にとってどんなものに改めてなったのか、野球人生においてどんな位置づけになったのか教えてください。小さい頃からずっと夢見てきましたし、この大会で優勝するっていうのを目標の一つにしてきたので、本当に僕は宮崎から行ってないですし、大会短かったなって今思うと短かったなってすごく思うんですけど、本当にこう素晴らしい先輩と素晴らしい後輩と本当にいいチームメイトたちと野球ができたのは、自分にとって素晴らしい経験になってますし、今後の野球人生においても、素晴らしい経験になったんじゃないかなと思います。夢に描いていたというお話ですが、最後こういう形でフィニッシュを迎えて優勝する、ご自身がマウンドに立って優勝を決めるというところまで夢に描いていたところだったんでしょうか。本来はクローザーではないので、そこはあまり勝てば何でもいいと思ってましたし、今日も全員でこうピッチャーがつないできて、最後1点差で、緊張しましたけど、みんながつないできてくれたゲームを最後なんとか締めることができてよかったなって安心しました。最後選手の皆さん全員がわーっと集まってきた、その時をちょっと振り返ってください。どういうお気持ちになりました？で、先頭バッター出してゲッツーを取った時点でベンチの子を見た時にみんないけるぞっていう表情をしてたので、かなり勇気づけられましたし、あと一人トラウト選手を抑えるっていうことにフォーカスして、自分自身にいけるっていう自信も出てきましたし、本当に、あの時ベンチを見た時のみんなの表情に助けられたかなと思います。ありがとうございます。